トマトバジルペースト、非遺伝子組み換えビーガン、こちらはイタリア製の良質な原料のみが使用されている高品質なトマトペースト。イタリアのシェフが濃厚な味わいをチューブに閉じ込めてくれたそうです。成分はトマトとバジルのみ。2倍濃縮タイプらしいんだけど、ピザに使った時はそのままがちょうどいいっていう感じでした。蓋のこの部分のとんがりを利用してグッと押して開封。出してみるとこんな風に滑らかではなく粒々感のあるペーストになってますね。まだピザにしか使っていないんだけど、スープやパスタにも使っているっていう声もありました。シンプルな上にバジルの風味もあって味も品質も気に入っています。ケトスプレッドダークココア、ヘーゼルナッツ、乳製品、大豆、砂糖不使用、ケトフレンドリー。こちらはクリーミーなココアとローストヘーゼルナッツが組み合わさったノンシュガータイプのチョコスプレッドです。甘味料としてはラカンカが使用されています。ケトフレンドリーのチョコスプレッドってほんと最高すぎ。中を見てみるとツヤ感のあるチョコスプレッド見えてますね。見てください、この濃厚な感じの濃い色。ダークではない方をこれまでは食べていたんだけど、それよりは甘さは控えめな感じでした。チョコやココアの風味がさらに濃く増したような、そんな感じ。どちらかといえばこっちの方が好きですね。だけどね、甘さはちゃんとありましたよ。ケトダイエット中や糖質制限中でも食べることができそうです。チョコゼロからもう一つ新しいスプレッドが出てるから、それも狙っているところです。口コミも好評だから楽しみ。オーガニック果汁コーンフレーク、 USDA 認定オーガニック非遺伝子組み換えグルテンフリービーガン。こちらは有機イエローコーン、ヒョウなし果汁、少量の塩だけというシンプルな原料の果汁コーンフレーク。自分たちが使用する前よりも土壌をきれいにするという父の言葉を胸に、オーガニックの基本である化学農薬、肥料、遺伝子組み換え原料を使わずに農業することを会社のモットーとしているそうです。出してみるとこんな風にコーンが一つ一つ平たくなっているっていう感じ。原材料が本当にシンプルなので、素材の味をそのまま味わうことができそうな感じですね。砂糖ではなく洋梨果汁の自然な甘さなので、お砂糖をできる限り控えている私にとってはぴったりなコーンフレークでした。パン・ピザのミックス、非遺伝子組み換えグルテンフリー紅茶。こちらは簡単にパンやピザのクラフトを作ることができるグルテンフリーのミックス粉。40代最近からやっとパン作りを少しずつするようになってきたんだけど、やっぱり時間がかかっちゃうんですよね。だからすぐにでも作りたいっていう時に便利そうだなと思って購入しました。でもレビューを見ると、パンとピザだけではなくてマフィンや人参ケーキ、ブラウニーなど美味しそうに作られている写真がたくさんあったので、いろいろ工夫して食べれそうだなっていう印象です。グルテンフリークッキーを作られている方もいて、最高すぎますっていうレビューがあって、私も作るの楽しみになってきました。カリカリ海藻チップス、ハラペーニョ、非遺伝子組み換えコレステロール、トランス脂肪酸ゼロ。海の塩と刺激のあるスパイシーなハラペーニョで味付けされたチーズナック。海藻たちは今まで行ったことのない世界へ大胆に挑みました。むしゃむしゃむしゃ、不思議と中毒になります。そんなユニークなことが書かれていましたね。なんか見ただけでワクワクしてきます。開けてみるとこんな風にカールしたわかめをお米で包まれている感じです。表面はパリッパリに揚げられていて、食べてみると体
カリカリ食感でちょっとピリッとした感じ、辛すぎるっていうことはありませんでした。しかし塩味が効いてますね。大人スナックっていう感じでした。天然ビタミン C 練り歯磨きベリーシャス、非遺伝子組み換え、グルテンフリー、SLS 不使用、動物実験行っていません。こちらオーガニックココナッツオイルが虫歯を予防してくれるドクターが作った歯磨き粉、フッ化物も不使用です。出してみるとふに出てきましたね。この歯磨き粉、オーガニックの成分がふんだんに使われてるから、歯磨きはもちろんなんだけど歯茎のケアにもいいなって思いました。なんか形が、香りがベリーっぽいフレーバーで、味もスースー感がないので、それにビタミン C はコラーゲン繊維の再生を促進して歯肉炎を予防するなど歯茎の健康を維持するのに欠かせない成分だそうです。磨いた感じはツルツルではなく穏やかに落ちてるっていう感じでした。やはり磨きたい時、歯茎ケアにも良さそうです。レモングラス&ティーツリーソープバー、B コーポレーション認定、動物実験行っていません。こちらティーツリーオイル、レモングラスと極めて保湿力の高いシアバターが組み合わさった固形石鹸になっています。汗をかいてくる季節になるとやっぱりティーツリーオイル、レモングラスはマストになってきますね。黄色く鮮やかなデザインの箱に直接入っていました。レモングラスが主張しすぎるとちょっと苦手なんだけど、これはオレンジオイルが含まれているからか、さっぱりと嫌味のない爽快な香りがします。さっぱりシトラス系が好きな方は気に入るんじゃないかな。レモングラスがまろやかに香っていて、ほんといい香り。ヌビアンヘリテージは香水パフュームが使われているタイプとナチュラルな香料のタイプがあって、この石鹸はナチュラルタイプ。アトピー肌にも刺激がなかった、殺菌作用に優れているので子どもたちのニキビ用に購入。9ヶ月持った、コスパ最強。お風呂の時香りが良くてリラックスできます。突っ張ることなくツルツルスベスベ、気に入りました。デビューでは大好評なようでした。今使っている石鹸が終わって次使用するの楽しみ。調整人参、緑茶、レチノール、アイクリーム、有害物質、不純物、刺激物は一切不使用。天然香料、リサイクル可能なプラスチック。こちらレチノールとヒアルロン酸が含まれている東洋医学を取り入れた高品質なアイクリームです。ナチュラル感あふれる箱から取り出すと小さくて可愛いスパチュラ付き、中はちょっと黄色っぽい色してますね。このアイクリームの原料が本当素晴らしくて、オーガニックのハーブにレチノールや東洋医療の調整人参も含まれていて、血の巡りを高め肌の印象を明るくしてくれます。それに炎症を抑えてくれる緑茶、レチノールの肌の刺激を落ち着かせてくれるキュウリ、アロエ、ローズウォーター、シワや小シワ、目元の張り、弾力に刺激を与えずにレチノールの効果実感できるそうです。素晴らしい。ちょっと多めに出しましたが、もう少なくて薄く伸ばしてもちゃんと伸びるから、しかもね、保湿感があるように感じました。現在使用して2週間ぐらい経つんだけど、確かにね、目元の小シワが減ったように感じました。レチノールってね、目元が NG だったので、やっぱ一番使いたいのって目元とか皮膚の薄い部分じゃないですか。だからこの目元にも使える、しかも安全性の高い天然成分多く含まれているこのレチノール、ほんとおすすめです。私はもう目元だけではなくて顔全体に使っちゃってます。容量もコンパクトなので、レチノールってだいたい3ヶ月ぐらいで使い切った方がいいって言われてるから、ちょうどいい大きさだなと思いました。とにかく本当におすすめ。100% ピュア、ビタミン C パウダー、グルテンフリー、ビーガン、非遺伝子組み換え、動物実験行っていません。こちら医薬品と同等の基準で製造されている 100% 高品質ビタミン C パウダーです。ビタミン C は毛細血管、歯、軟骨などを正常に保つ働きがあるほかに、皮膚のメラニン色素の生成を抑えて
日焼けを防ぐ作用、ストレスや風邪などの病気に対する抵抗力を強める働きがあると言われています。それに抗酸化作用があるから、がんや動脈硬化の予防、老化防止に有効であることが期待されているんです。めちゃくちゃ大活躍のビタミン C。 パウダーは白くて結構ね、細かい感じです。今回ビタミン C を購入したわけは、前にエピソムソルトを購入した時にビタミン C が入っていて、でそのビタミン C が塩素除去効果があるってされていたんです。でもね、お値段がまあまあするからちょっと節約で、エピソムソルト、ビタミン C を別々で買って混ぜると安く済むんじゃないかなと思って購入したんです。なんだけど疑り深い私は、本当にビタミン C って塩素除去効果あるの？って思って気になったらもう止まらない。だったら実際に調べてみようと思ったわけです。ウォーターチェッカーを入れたいと思います。ますね。ピンクになってきました。あ、なんかセリンみたいな、本当にうっすらとピンクになってます。はい、塩素が確認されています。ビタミン C パウダーを入れていきたいと思います。見てください、混ぜる前にすぐに塩素が緩和されているの分かりますか？信じられないぐらい、なんか魔法のようにすぐさーっと塩素が引いていったの分かりますよね。すごい。一瞬であっという間に塩素中和されていましたね。ちょっと理数系苦手でよくわからないけど、式としてはこのようになるそうです。ビタミン C で塩素が中和されるということはよくわかったんだけど、お風呂のお湯だいたい200リットルに必要なビタミン C の量ってどれぐらいなのか気になりませんか？お風呂に入れるのもどれぐらいでいいかっていうと、それも 0.5 グラムで、さっきの半分の量で、中和されるそうらしい。先ほどの、さっき 1g 入っていたんだけど、その半分の量で塩素がなくなるっていう風に解説されてたんですね。で、そちらのリンクはちょっと貼っておきます。ぜひ確認してみてください。あー、もう素晴らしいですね。本当に綺麗な水になってます。ほら、これちょっと信じられない、本当に綺麗な水になりましたね。素晴らしいです。ということで今回の実験は以上になります。いかがでしたか？今回の塩素除去すごかったですね。ビタミン C の効果、本当改めて実感しました。あのビタミン C パウダーも本物ですね。もうこれからはおにぎりどころか欠かすことのできないサプリの一つです。内から外から適度に取り入れていきたいと思いました。今回はここまで。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。